あれ、力入りすぎたか。その印は、お前まさかあの組織？自主練とは関心だ。サスケさん、聞いたよ。手がかり見つけたんだってな。決まってんだろ。のんびりしてねえで、その組織ってやつを見つけに行こうぜ。なぜそう焦る？諸女子が言ってたのは出任せじゃなかったってことだろ。だったらなんだ？これだよ、これ。このわけわかんねえもんの正体を突き止めたいんだ。焦る気持ちはわかるが、今は多くの人間から学び経験を積む時だ。相手の規模や狙いもわからないまま闇雲に動けば死を招く。任務はその絶好のチャンスになる。与えられた任務を着実にこなせるようにしろ。それさえできないようなら、いざ戦いになっても足手まといになるだけだ。早くに里を離れた俺に言えた義理ではないがな。お前のその手の印は目立つ。だからってビクビクしてたまるかっての。つけてみろ。いいか、今お前がすべきことは任務に集中しろってんだろ。自分から騒動を引き寄せるのはバカのやることだ。まあ師匠の言いつけとあっちゃねえ。人探しかよ。今回皆さんには谷の国で行方不明者の捜索に当たってもらいます。土地勘のない場所での人探しは結構厄介だぞ。だから俺が呼ばれたのさ。ボルト、任務に上下なし。分かってるって。ランクはあるけどね。それな。ひょっとして刑務所に入ってたのかな。バカ。長期の遠征任務に出てたんだこれ。2年、いや3年になるか。ああ、やっと解放された。感じ悪い。いろんな経験を詰めって師匠に言われたばっかだし、知らない土地に行けるのは楽しみだってばさ。火、水、風、土、雷、5つの大国が手を結んだおかげで、確かに大きな戦いは減った。そういった小さな火種を解決するのが麦野たちの役目なんだ。これ辺境の小さな国々の争いはむしろ増えたと言ってもいい。お前は大国同士の戦争が終わった瞬間に小さな揉め事も自動的に解決するとでも思っているのか。だがそれは大国に限っての話だ。第4次忍界大戦はだいぶ前に終わったってなんか。世界を燃やし尽くそうとする連中がどこに潜んでいても不思議はない。俺たちが知らないだけでな。ここが谷の国？ああ、文字通り巨大な谷の底にある国だ。この葉隠れの里から来たものです。ミヤさんという方の依頼で来ました。各地から優秀な人材が集められました。私の主人もそのうちの一人です。何もなかったこの地に医療メーカーができ、新しい医療技術の材料となる物質を探すチームにいるとだけしか。材料となる物質？とにかく世界中を回って材料を集めて、その成分を分析する仕事だそうです。珍しい植物の樹液や鳥の巣、時には動物の糞まで。ですが一月経っても戻らず、消息を絶ってからすでに3週間が過ぎています。3週間も？行方不明になったのはその材料を集める旅の途中でですか？予定では一月で戻るはずでした。このラボでは薬の開発から義手の製作まで、医療に関する幅広い分野を研究しています。あなたはきっと生きている。お願いします。あの人を連れ戻してください。ここは我々に任せて。どういった研究を？あちらにかかっているの経営者ビクタです。それでご予約は？だから予約なんかしてないって言っただろ。かつての大戦で大怪我を負った彼は同じように苦しむ人々を救いたい。私が聞きたいのはあなたの消息です。何か新しい情報はないんですか？その思いからこの会社を立ち上げ、世界でも指折りの医療メーカーへと成長させました。お気持ちは分かりますが、どうか情報が届くまでお待ちください。そんなの理由になりません。あなたを返してください。皆さんどうか落ち着いて。捜索隊の活動内容は極秘事項なので、私たちですら詳しいことは。ボルト手伝。先ほどから何度も申し上げています通り、社長と話をさせてください。あいにくビクタは出張しておりまして。ミヤさん、冷静になるってばさ。捜索隊の情報は極秘事項でして、ご用件でしたら私の方から。手がかりならあるよ。本当か？さっきのロビーで情報を少し分けてもらったんだ。お願いします。他に頼れる人はいないんです。任せとけって。手がかりもないのにどうするつもりだ？それはねえ、ボルトたちが騒いでくれたおかげでやりやすかったよ。まあこれぞ完璧なチームワークってやつだ。あなたさんの居場所は分からなかったけど、会社が派遣した捜索隊の活動エリアなら分かりました。すげえじゃねえか。ルギラさん、移動している集団が他にもいます。敵だと思いますか？わからない。だが気を抜くなよ。囲まれたか。この移動スピードからすると忍びだ。双方武器を引け。どうやら誤解があったようだ。あの人確か社長のビクタさんが。あんたらが何でもかんでも秘密にするからミヤさんは不安になって俺たちに依頼したんだぞ。彼女を責めるつもりはない。聞きました。第4次忍界大戦に巻き込まれたそうですね。わしらもそれだけ必死で探しているのだ。第4次忍界大戦か。お前たち忍びはそうやってすぐに戦に名前を付けた。わしは我が社で開発した医療技術を人々の役に立てたいと思っている。おかげも確か戦で腕をなくしたそうだな。今は特注の腕をつけてるけどな。俺の父ちゃんも同じような腕だってばさ。お前の父だと？お前の父親が使っている義手は万人が使える代物ではない。わしの目指しているのは誰もがその恩恵を受けられる再生医療。できるんですか、そんなことが？腕や足だけではない。心臓や脳、人の持つ DNA を活性化させて失った腕そのものを再生させる技術なのだ。そちらが持っている情報を渡せば俺たちの情報も教える。目的は同じはずですよね。そしてゆくゆくは老化の秘密を解き明かし、寿命そのものを伸ばすことも可能になるだろう。再生医療。ここで何が起きたんだ？何なんだよこれ。これは。うわっ！ああ。待て、大丈夫か？